こんにちは、高島玲子です。今日は私のバッグの中を紹介したいと思います。私まず欠かせないのがですね、すごい大食いなんです。どうしてもお腹空いてるとなんかちょっとあれなんで、これは柿ピーですね。この間の共演させていただいた大先輩でもあります名取裕子さんが紹介してくれて、これ絶対美味しいわよ、食べたらものすごく美味しくて、これ万歳三唱って言うんですけど、ピリ辛でハマらせていただいてます。裕子姉さんありがとうございます。基本的にやっぱり喉がねこう大事なので、飴は用意してます。これはもうマネージャーが勝手に用意してくれてます。私もう猫が大好きなんですけど、飴をいただきたい時っていうのは大体ちょっとこう調子の悪い時だと思うんですね。多分まあ彼のその癒されてくださいっていう、まあそういう思いがこうっていうのかと思います。だから中もほとんど喉飴ですね。チョコっていうのは必ずあります。チョコとかラムネとかは、あ、なんで今日ないんだろう、あった、すいません、あったっていうか、これも今マネージャーのアピールだと思います。昨日までちょっと海外行ってたんですけど、ちょうど限定をねやっていたんですよね、あの百貨店で。で朝4時から並んで買ってきてくれたチョコらしいです。あのマレーシアとシンガポールに行ってました。それもスイーツ旅です。たくさんスイーツ食べてきたのに、なぜか日本に帰っても美味しいスイーツが待ってたというね、えもう痩せなきゃと思いながらやめられないです。なんか水分やっぱり取りたいなと、冬とかはもう水分なんですよ。冬はもうあったかいものをいただきたい、夏も冷房がきついので温度調整は必ずしてます。バジルのお茶にハマってます。結構香りがまず大事で、こう開けた時にこの香りでなんか癒されるというか、なんかリラックスできるっていう。お茶好きですね、今お茶ハマってます。最近も読書にハマってます。前は何だかな、やっぱドラマとかだと集中したいのであんまりこういう本とかに逃げなかったんですけど、気分転換になるために意外と本は必ず入れといて、ドラマのこう待ち時間って結構ものすごい長い時があるんですけど、そういう時に短編集だと結構読めちゃったりもするんで、時代小説が大好きで、やっぱね現実逃避できます。なんかやっぱ現実ものだとなんかこう考えちゃうんですよね。でもそれはちょっと今仕事中は必要ないので、なんか一応現実逃避的に考えると時代小説大好きです。化粧前で楽屋に行く時は匂いにちょっとこだわりがあって、アロマのコーナーを置いときます。簡単なんですよ、ただ外してここに水とちょっとあの精油を入れるだけ。あと充電式なんで電池の重さがないから便利です。ちっちゃいし。今日はこれはユーカリ、ユーカリ好きです。私すんごい汗かきなんです、ものすごい汗かきなんで、このお扇子はもう絶対これ手放せません。これは宮脇焙煎庵というところのお扇子です。江戸からずっと使われてると思うんですけど、柿渋のその樹液みたいなものを表面に塗ってるんですよ。だから使えば使うほどまず色が味が出てきて、あとこうしなるようになるんですよね、この紙自体が。決してこれも5000円ぐらいかな、そんなに高いものではないんですね。でも長く一応使えるっていうふうに言われてるんですけど、なんたってあの使用頻度が高いため輝きが出てくる前に壊してしまいます。もうこれは100台は超えてますね。私京都の太秦撮影所というところからデビューしてるんですけれど、先輩たちから千社札なるものを作りなさいと言われていて、これはサインを書いた時に脇に貼って私は高島玲子ですってことをアピールしてます。誰やそれってならないようにですね。これもうお酒のボトルと一緒です。こういうとこなんか名前書けないね、消えちゃうんで、このシール貼っとくと、まあ、とりあえず私のですと。だまあ本当はこういうのも結構いつも貼っちゃいます。本当に暑がりでも汗止まらないんですけど、あの寒がりでもあって首が冷えるのがもう本当に苦手で、こうすぐに負けるように、結構これがねなんかたまたまちょっといただいたんですけど、ワンタッチなんでスッと取れるので、これも何代目かなっていうぐらい持ってます。ピーンといって、これも先輩の名取裕子さんに
ご紹介していただいて、ちょうどあの連続ドラマやってたんですけれど、まあちょっとまあコロナとかインフルエンザがあった時に彼女がこうやって刺してたわけですよ。何でしょうか先輩それは、ということを言ったら、これがなんかの光触媒でその空気がきれいになると、みんながこれがいいっていうと、まあみんなそれをもうなんか右に習いであの真似させていただいたというか、まあでも私結構そういうの乗るの大好きなんで、まあこんな感じでたまに撮るの忘れてまあやっぱりあとリーディンググラスは必ずもう2つ以上は絶対バッグに入ってます。もう忘れちゃうんですよ、本当に忘れちゃうので、もうねとにかく気がつくとも入れとく。これはテラローラ、待ち時間の時にちょっと肩凝ったなとか顔むくんできたなとかいう時に、まあ、まあこうやって、やっぱり私たちあのドラマの時ってやっぱ待ち時間がとにかく長いんですね。そういう時間に結構みんなで紹介し合うっていうんでしょうか、やっぱ香りとか、これほとんど紹介です本当に。あのいいよって言われたら、まずじゃあ試しにじゃあ私も使ってみたいっていう、なんかねあの否定から入らない、どっちかと肯定から入るって言うんでしょうか、とりあえず自分も使ってみるタイプですね。エコバッグ、昔はそうじゃなかったんですけど、ものすごいキャラクターものが好きで、アニメが大好きなんですね。でやっぱりディズニーがまた大好きなので、もう大人になってからって言うんですよ、ここ数年特にハマってまして、あのパレードの音楽が流れるともう本当泣けるほど感動しちゃうんですよ。でミッキーなんかに手振られた日にはもうでもう思いっきり手振っちゃうぐらいに、もう何て言うの、童心に帰るじゃないんですけど、なんか癒されるっていうんでしょうか、ものすごい大好きです。結構入ってますねまああとはもう携帯ですかね、必ず1年に1回書いてます。これだけは贅沢してます。ものすごいアナログなんですけど、なんかこういうことについていきたいなっていう気持ちだけですね。それ聞きます、それ聞くよねやっぱりね。もう本当にね、困るぐらいに進まないですね。最近はインスタとかも始めて、少しでも若い皆さんについていけるように頑張ってます。待ち受けは私の猫ちゃんです。これはソマリとアビシニアンの、ミックスです。あとシンガプーラーが1匹で3匹。お箸を一応持ってるんですね。なんかあった時のためには持っといてます。お財布はエルメスです。今なかなか売ってないんですけど、なんかずっとこのタイプを使わせてもらってます。いやーもう随分20年以上は使ってますね。なんかいろいろでなかなか捨てれないので、意外と取っといてたりして全部色を変えてってますね。このままこう持ち歩いててもなんか、まあ、格好がつくっていうのと、そんなに こだわりがないので、なんかとりあえずお財布ぐらいちゃんとしたの持っとこうとか、まあそういうことかな。バックインバッグっていうんでしょうか、これはね必ず入れときます。こういうトートの時にずっと私いつも綺麗に整えるんですよ。だけどいつもめちゃくちゃになるのが気になって、多分 2,3 年ぐらい前にたまたまネットで見たらこれが売ってて、でちょっと大中小と揃えて、そのトートのバッグに合わせてこうやって入れ込んでいますね。あと爪とかもやっぱり気になるんで、オイルはもう絶対です。リップは可愛らしくワセリンです、はい、あとこんなのが入ってた大事です、あの匂い袋。そうですね、もうこれが私の、まあ、全部かな。実は几帳面なんですね、めちゃくちゃなんですけど、なんかバッグの中身って人生って言われたことがあるんですよ。バッグの中がごちゃごちゃだとその人の人生もめちゃくちゃみたいなことを言われたことがあって、それ以来バッグはなるべく綺麗には中をしときたいっていう思いはあるんですけれど、でもごちゃごちゃになっちゃうんですね。だからなんかそこをいつも戦ってます。本当はこうやって並べてるのも気になってるんですよ。全部出し方が間違ってたなって、並べ替えたいぐらいで。このバッグはボッテガベネタです。スタイリストさんが待ってたんですね、まずこれ。それで素敵だなと思ってまた真似させていただいて、網目があるのでこういうのをつけられるんですよ、どこでも。だからちょっと一時期はあっちこっちにザーッとつけてた時がありました。そのキャラクターを持つようなタイプじゃないから自分の中でいいなと思うんですね。意外性があって昔はこうちょっと鎧を背負ってたみたいなところあるんですけど、最近はもうなんかそういう鎧がピリピリ剥がれてですね、なんかどん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 自分らしさっていうか出てきましたね。はい、こちらが私のバッグの中身です。
です。なんか出しやすいものはなるべくちょっと外側の網のところに。これ本当本当便利なんですよ、この網の。こんなにあるんで。はい、今日は私のバッグの中身を紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。ボーグジャパンの他の動画もぜひご覧になってみてください。今日はありがとうございました。